媒質の振動と波の形を見てみましょう。媒質が1回上下に振動すると一つの波が現れます。上下に山と谷ができるのが分かりましたね。そして一つの山が通ると媒質は1回振動しているのが分かります。例えばこの赤い媒質を見てください。波が1個発生すると1回上下に振動しました。このように一つの波が通ると波が1回上下に振動するのが分かりますね。使用したのは東京書籍の身辺物理基礎のデジタル教材です。デジタル教材を立ち上げるとこのような画面になり、さまざまなデジタル教材を使うことができます。動画だけではなく手で触って動かすことができるアプリがあるのが特徴です。ぜひお試しください。